良い子のみんな、スーパーマリオメーカー2始まるよ。どうも。最近ですね、2日間コメントが返信できなかった日があると思うんですよ。その2日間の間、狙ったかのように初コメ失礼しますとコメントが見受けられたんですよ。本当にありがたい話なんですけど、僕は思ってしまいました。なぜその2日間なんだとなぜその間にコメントをするんだと、返信が鬱陶しいのかと、いろいろ考えてみました。いつも見てくれてるみたいな、そんな感じのことは書いてるんですよ。ただその2日間を狙ったかのようにコメントをしてくれてるんですよ。そっちがそういうつもりで来るなら、僕は返信してやろうと思います待ってろよ。はい、どうもピューキングです。今日もですね、トロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ザ・無限トロールバージョン3ということで、めっちゃかっこいい名前のトロールコースですね。ただこのコースをやる前に、僕はガタガタと恐怖に打ち震えています。その理由はコース名にあるんですよ。無限トロールっていうことは、何回もやり直しをさせられるようなトロールコースじゃないかと、そう思ってしまうんですよね。その本性はいかにということで、早速やっていきますか。クリア率は 1.01%。 今日は開幕殺しあるから、なんか最近ないような気がしない？いや、このお題絶対なんか出てくるよ。なんか出てくる。アイテムから開幕サカーだーじゃあ砲台無視して、最初にあったハテナブロック叩いてみるね。これは何？コインか。うわ、マジかよ。閉じ込められた感じ。開幕サカーだじゃねえか。結局右にダッシュして砲台抜けろっていう感じかな。そんで右の土管があるね。上はオンオフか。上のオンオフをして、下に行く。これが正解だね。うわ、下行けねえじゃねえか。じゃあこっちのオンオフは何？ワイ知らねえよ。こっちが聞きてえよ。なんでなんだよなんだその顔は。じゃあ開幕右にダッシュしていこうか。これで土管に入れる。そうなんじゃないかな。なるほど、オンオフが切り替わったね。さあ進んでいきますか。ここもオンオフがある。それで右に行くか上に行くか、どうしよう。上は絶対まだないね。なんでオンオフして、どうなる。熱い熱い熱い。これで氷ブロックも破壊してくれるっていう感じでしょ。来ました、オッケー。じゃあここゆっくり行くよ。ドッスンがボム兵を壊す。そしてもう一回オンオフをして中間ポイントを取れるっていう感じか。ここ今日もピンコイン用コースだね。さあ中間ポイントから始まるんだね。ここでブロックが開くっていう感じでしょいや違うんだってそれじゃあ次はちゃんと右に進もうか。でこのコース、何個ピンコイン集めればいいのかな。1234つ行き道があるね。とりあえずこの左から行ってみる。あ、入れなくなったえ、これもうダメなパターンかな。一旦当たって左下のドアから入ってみるね。キノコ取ったまま行くみたいな感じかな。あ、いや大丈夫、ここで USA 手に入れられる。なんでそういうことすんのじゃあここトゥルルテッテッテの後にすぐジャンプしてボム兵を避けろっていう感じだね。さあ進んでいきますか。このカキもきっとパックを倒していいよ。そしてここのカキ棒も持って上に行く。これが正解なんじゃないかな。あ、このまんまだったら抜けないね。なんで一旦捨てておいて抜く。そしてブロックがあるか。このブロック叩いてみますドゥルルルチャレンだよ。これ壊せんくなったら、あれどうしようもなくない。これどうかしてこのボム兵を壊せっていう感じでしょ。このカキ棒持ってこなくちゃいけなかったのかな。それじゃあここは雲抜くじゃん。そしてこのカキ棒を持っていってみよう。そんでこのカキ棒をボム兵に投げつけてやればオッケーでしょいやどこ行くの役目を果たしてくれよカキ棒あれここの行き方がマジわかんないね。右に USA キノコダメって書いてるね。 USA キノコを捨てていけってことかな。じゃあここ USA 状態じゃなくってチミの状態で行ってみようか。そしたらさっきのファイヤーがキノコになってるみたいな、多分そんな感じだと思うんだよね。どうだ、来ました。これで右に進めるっていう感じだね。でこのまま右ダッシュこれでいいの？大丈夫？レール左向きに高速にならないから、一旦ジャンプ連打してってみるね。頼む。クッソ、負けねえ、負けねえよ。悔しい今ので僕も疲れました。やめていいですかこのゲーム。じゃあここで USA を取んなっていう感じだったよね。どのタイミングで降ってくるんだろう。ギリギリ、ナイス。これで待っておけばいいんだよ。そしたら USA があのブラパのところに行ってくれるっていう感じでしょ。なんで一旦待っておきます。さあ流れるがいい USA を。でこのまま右にダッシュしていけるっていう感じか。ここ
は無視していきたいところ、無視していきます。そして上の USD を取る、これが正解なんじゃないかな、頼む。なんで取ってんの USD をわざわざなあ取らなくてよかったんじゃないの、まだ連打か、ちょっと本気で連打してみていい、いきます、おりゃあきた無理やりだけど行くことができました。じゃあ次は右のドア、このドア入っていきたいと思います。さあ何が待ち受けてるんでしょうか。いやこれもう引っかかった感じじゃないの。こっちが合ってるみたいな。あつやつ、でもピンコインが右下で見えたもんね。絶対こっち違うやつでしょ。いやワンチャンあり、ワンチャンありだよこっち。え？なんて書いてんの右。はいって書いて。ないじゃねえんだよ壊すなんてないよ。うわこれ死に耐久っぽいよ、これはどんどん左に行けっていう死に耐久かな。ちくわブロックに乗りながら、こんなの楽勝じゃんね。ほら何回もこうやってジャンプを繰り返して左に行けばいいだけでしょ。ただその左に行った矢先、何があるかだよね。ちょっと見ていきますか。まあまあこれはマジで簡単なんだよね。そしてこの上のクレーンがブラパを連れてくるみたいな、いや違うね、この下に降りていけばいいのかな。どんどん下に降りてってみていい。そしたら何があるか。あれ何もないねここに連れてこられるの。バネがなんか怪しいんだよな。あのバネの下だけあの針があってやられるみたいな、多分そんな感じだと思うんだよね。ちょっともう一回バネのとこ行ってみるね。いやこの身体機はマジで楽勝だよ。最後のこのバネが厄介なだけであって、このバネを超えたらいや違うんだって。もう一回バネの下行ってみるね。このままバネに当たらず下に行けばなんかあらず。そうでしょ、頼む。あれ、あ、いやちょっと左下バリオ出てきたけどさ、どうやって選んだんだろうね。じゃあこのドア入ったら右ダッシュしておこうか。そうしなきゃ身体救命に連れて行かれるからね。さあこんな魚が降ってきましたけど、オールオンしてすぐ上に行く。これで合ってる。あ、このビッグコインどうやって取るんだろう。ちくわブロックに乗ったまま行くみたいな。いや違うよ俺、この甲羅蹴ってみる。そしたらどうなるんだろう。鉄球が出てきて、なるほど、このキノコを取って、うん、どうするんだろう。このキノコを取って、おっこのブロックが何かヒントになってる。エンジェル3本はいらねえんだって。あれどうやって取るんだろう。このさ3本の右下行けんじゃないのかなって思うんだよね。ここ隙間あるでしょ、こっからちょっと行ってってみる。ナイス、これが正解。あつやつ、あ、魚が邪魔なんだよさっきから。いやこれ行き道分かるまでちょっと苦労するよね。こんな右下開くと思わないじゃん。さあここで2択だね。右の鳥像をかぶっていこうか。こっちが正解、頼む、合ってて。でここで、うわ違う、せーぞ大丈夫、おお下に行ってみようか。でここでブラッパを倒して、どうしよう、これボム爆発すんのかな。いやしゃけんじゃねえんだよ、爆発してよ。このドカ怪しいな、絶対耐久名かなんかでしょ。来たさっきと一緒じゃねえか。トゥ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 、このメットだよ、このメットをかぶっていけば先に進めるっていう感じだと思うんだよね。でここでさっきオンオフできなかったじゃん、これがオンオフして右に進めると。さあここは下かドアか、一旦下行ってみるね。下行ってオンオフをして左行こうか。これが正解なのかな、どうなんだろう。はっはっはっ、これもそんな感じじゃないの。いやバーがあるね、なんでこのまま進めるはず。どうだ、これでビンコインゲッティーやったね。たださっきさビンコイン1個あったじゃん浮き輪の中、あれが取らなくていいのかな。そんじゃ次はこの青のとかだね、この青のとか入っていきたいと思います。次は何が待ち受けてるんでしょうか。カメでした多分早く行けば抜けれるんだろうね。ちょっと早く行ってみていい。じゃあよしよし来た、多分これで合ってるんだよ。ここは足場があるけどどこまであるのかな。あ、ここは音符ブロックになってるだけか。でここで開く、ナイス。このまま上に行けっていう感じでしょ。はっ、なんでダブルヒなの、おかしいでしょあっ
じゃあ一番右空いてたよね。ここに落ちる、そんでオンオフする、そして左の方に入れっていう感じか。なるほど、こんな見えんところは分かる。これがさっきと同じ。いやどうする、ここは早く抜けなきゃいけないでしょう。ジャンプ、よしよしよし。さあ次は右が正解だと思うよ。次こそはこっちが正解、そうでしょう。おーラッキーだー、やったね。はっ、え、ダメなのこれ。ダメじゃないよね、絶対こっちで合ってるよね。よしよしよし、あと1個、あと1つしかさ進めないんだけど、あと2つ取らなきゃいけないんだよね、ピンコインを。そんじゃあラスト、この赤の土管だね。たださ、さっき取れなかった浮き輪の中のピンコイン、あれを取らなくちゃいけないみたいな感じだと思うんだけどな。ここはどうすればいいんだろう。土管がまず一番怪しいよね。ここ入ってってみよっか。熱い、ヒント、なんだろう、ヒントなんかくれんのかな。どうなる、もっかい土管に入れ、そんな感じかな。じゃあこの土管に入るじゃん、そしてもっかい戻ってみるね。まあ、ヒント通りにしたらね、この通りなんだけど、これで次のルートが開けてるみたいだ。うわ、もう変わってなくね、このブロックなんだろうね。これ叩いたらなんか変わるから、今ピンポン言われたからね、こっちが正解みたいな。うわ絶対違うじゃねえか、この音楽は。なんだよ、邪魔すんなって。じゃあブロックはダメっていうことは、もう右に進むしかないんだけど、右絶対まだだよ、だって足場あるしさ、針しかないもん。なんでこの左上のドアに行くしかないと思うんだよな。隠しブロックかなんかあんのかな。あ、オープンブロックがテレサの裏に隠されてたの。なんでこれでラストのピンコイン取れましたと思ったんだけど、あと1個集めなきゃいけないよね。やっぱりあの途中のさ、浮き輪の中に入ってるやつあったじゃん、あれをどうにかして取らなきゃいけないと思うんだよね。途中でドアがあったじゃん、そのドアまでちょっと行ってみていい？そしてドアに入ったらなんか変わるみたいな、多分そんな感じだよ。さっきさ、下の土管に入ってあのピンコイン取れたんだけど、ここがピンコインを取れる場所、絶対そうだと思うんだよね。さあ来ました、これでピンコインゲットっていうことか。これで全てのピンコインが集めることができました。キノコ取っていく、どうしよう、キノコ欲しい、キノコ取らんでいくね。これでゴールができるんでしょうか、どうなんだろう、頼む、ゴールあって、なんもない感じだね、散らしやがって。あ、ゴールじゃん、あつ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 、頼む、おおだけ変わって、途中で絶対変わるでしょ、頼むって、太陽ボメーに火つけてよ、こっち来ないでよ、お願いだから。ナイスできる、来ました、ありがてえ、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオザ・サーティーということで、サムネを見るとハテナブロックが3つあると思うんですよね。あのハテナブロック、1つにつき10個のコインが入ってると思います。それを3つ10秒以内で30個のコインを出せと、そういうコースだと思います。今まで何回もトロールコースでコインコインをやってきた僕には向いてるんじゃないんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.83%、 もうぶっちゃけていい、このコースで僕コインを枯らしていきたいと思います。せーの、コイン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 、全然時間が足りねえ。いやもう今のでめっちゃきついんだけど、これさ連打してもなんかさ遅いよね、出てくるのが。多分連打だけじゃダメなんだよ、きっとタイミングよくコインを出すみたいな、絶対そんな感じだと思うんだよね。ちょっとそのタイミング見極めていいかな。なんで連打とタイミングよくを比べてみるね。まず連打、まあ、こんくらいの速さだよね。でタイミングよく、あ、このタイミングだ、タン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 だ、このタイミングでやればきっとゴールできると思います。それじゃあそのタイミングでいきたいと思います。コイン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 、はい、全然ダメだ。いや、きっちりリズムコインやればいけらず、ちょっと見ててね。コイン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 、きっちり。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。